まず1番ホールです。吉本ひかるのパー5、これが第3打。入るかと思いましたよ ね、 ね、素晴らしい3打目でした。もう少しでイーグルというようなショットです。そして小祝はこの右ラフからでした。3打目、こちらもしっかりグリーン面を使って、ランを使って、素晴らしいアプローチでした。9番の佐藤美優です。先週を思い出すかのような、うん、下りの右から左に切れるフックライン入りましたよね、はい、素晴らしいでした。続いて桑木はこれ3打目のアプローチでした。左のアプローチでしたけど入れてきましたよね。このチップインが今日最初のバーディーです。そして武田梨央はセカンドをご覧いただきます。ここでしっかり止めて、素晴らしいセカンドショットでした、はい、13番阿部未悠バーディーパット。でも流れに乗えるねバーディーパットになってましたよね。14番馬場咲希がこれ3打目のアプローチ、ピンチからチップインですからね、はい、ナイスチップインでした。16番の山下美夢有です。バーディーパット、これも簡単に入れてきましたよね、はい、ナイスバーディー。18番の鶴岡可憐です。カッティングでしたね、ナイスバーディー、はい、